前原龍二の前向きチャンネル。さあ今日は何でしょうか。ありがとうございます。木材産業の稼ぐ力、ジャス認証を受ける木材に注目せよ。まだまだ知らないことたくさんあるのでしっかり勉強しましょう。前原龍二の前向きチャンネル。木材と密接な関係にある住宅建築、将来この住宅需要の減少とそれに伴う県産木材の需要の減少が懸念されています。そこで期待されるのが商業施設などの中高層ビルや非住宅建築物で木材の需要を生み出すこと。これらの建築物は木造が少ないのが現状ですが、ここで注目されているのがジャス製材品です。国の定める規格を満たし品質などが保証されるジャス製材品の木材は今後県の木材産業を牽引する存在として期待されています。こちらが弊社が取り扱っている木材になります。様々な条件をクリアした優秀な木材ということですね。はい、美しいですね。今お邪魔しているのは肝付町にある山佐木材。今年1月ジャス製材品の利用販売を拡大するため県内の製材業者などで鹿児島ジャス材等生産者協議会が設立されました。ここ山佐木材はその協議会メンバーに名を連ねています。ジャス認証を受けた木材と受けなかった木材とやっぱ全然違うんですか。はい、そうですね、いや無選別の状態で規格が判断できない状態で出荷されているということです。ジャス認証を受けるには、ね、はい、どういう基準があるんですか。水分が、多さの判定と強度ですね、木材の、粘り強さ、たわみにくさを測定する機械による判定を行っています。やはり取得した以降は営業の方も規格に基づいて生産していますということで営業 のいいアイテムにはなっていると思います。まあ、その利用する側も安心してじゃあこれだと使えるということなんですね。はい、今回機械等級を取得したことによって工務店の方またビルダーの方々にですね良いものであるということをもっと普及させるためにですね良さを発信していければなと思っています。前原龍二の前向き宣言。ジャス製材品が普及すれば県の木材産業の稼ぐ力につながると感じました。木材の新たな活躍の場を開拓できるよう前向きに頑張ります。 BA.5 対策強化宣言を発令しています。高齢者や基礎疾患のある方などは感染リスクが高い場所への外出は控えましょう。同居する家族の方も感染リスクが高い行動はお控えください。また、医療を守るために検査のみを目的とした受診を控えるなどご協力をお願いします。子どもの急な病気は#8000へご相談ください。